オカルト大好きな俺は、知り合いやサークルの先輩後輩に、節操なく、なんかない?怖い話、と聞きまくる癖がある。俺の歴代彼女にも聞いているわけだが、全員一回だけそういう心霊体験をしているという。それが、変な類似点があって、一人目が、お母さんと一緒に買い物に行った時、道端で小人が踊っているのを見た。二人目が、北海道に友達と旅行に行った時、コロポックルの死骸を見た。三人目が、金縛り中に、小人みたいな童女がお腹の上に乗ってた。いずれも小人が出てくる。不思議だ。4年くらい前に、俺のオカルト道の師匠が、最近小人を見るパターンの怪談が増えている。5ミリの女の足も、この変形だ。あまりいい傾向じゃない、と言っていた。いい傾向じゃないとどうだというのかわからなかったが、妙に怖かった。師匠に彼女の話をすると、次は多分、大きい人を見てるよ、と予言されたのだが、去年久しぶりに彼女ができたので聞いてみると、彼女も一回だけ変な体験をしており、夜中に窓の外を、異常に大きな人影が通り過ぎていった。今にして思うと、あの師匠の方が怖いわ。5、6人殺しているという噂が流れていたし、怪人だな。この人にまつわる話もいろいろあるが、また今度。